はい、リバーズエコの小川です。今回ですね、ライブでもお伝えしたんですけれども、吉原隆明に対しての本訴と反訴を裁判所の方に提出いたしました。ですので、吉原隆明弁護士はですね、元クライアントから本訴と反訴される弁護士となりました。今までリバーズエコの小川が元顧問弁護士から訴えられたんだというようなですね、とんでもない印象操作を電波界隈連中がずっとやってたんですけれども、もともとリバーズエコはこの吉原隆明に加害をされて刑事告訴と懲戒請求をしている立場です。その立場の弁護士が何を思ったのか、うちに対して逆に民事の損害賠償請求をしてくるというね、ルンルンした145万とかね、私は刑事告訴をされて全国ニュースになることを危惧した145万とかね、もうそういうね、まあ、ライブ見てください。あの内容でね、こちらをね訴えてきて、そういう風にね、界隈の連中が訴えられた、リバーズエコ訴えられたんだっつって、そういう風なことずっと言ってたんですけれども、本筋に戻ったと思ってください。リバーズエコは吉原隆明に対して刑事告訴と懲戒請求をしております。弁護士としてあるまじき行為をしております。私は断じて許すことはありません。この吉原隆明がやった、弁護士として絶対にやってはならないことを数々やってきている中で、私は絶対に許せない思いがあります。その中で逆にこっちを訴えてきて、でそれがもともと私は刑事告訴と懲戒請求の結果が出てから損害賠償請求をするつもりでしたが、ね、それを飛び越えて逆にやってきたと。でそれに対して反訴、とんでもない額の、まあ、反訴になってるわけなんですけれども、損害賠償請求としてね、それと本訴、この2つ裁判所に提出しましたので、元々の規定の路線に戻ったというだけでございます。なので吉原隆明がリバーズエコを訴えたから、なんかリバーズエコを訴えられてるんだみたいなことをね、一生懸命印象操作されてる方々ね、吉原隆明はリバーズエコから、元クライアントから反訴と本訴を食らったと、ね、今まで好き放題リバーズエコに対して悪意のある印象操作をしてきた連中は現実をよく見てください、ね、それと乖離請求の件に関していろいろと進んでおりますが、必ずしも意見紹介が来るとは限りません。意見紹介をしてどうぞ開示してくださいなんていうやつなんかこの世にいません。絶対拒否します。なので拒否することを前提として裁判をするわけです。裁判所から開示しなさいと命令が出た時点で意見紹介なんか不要です。その裁判をするということは意見紹介で拒否された、拒絶されたと同義なんですね。つまりその裁判において開示が認められたということは、もうそれは意見同行の話の段階を過ぎてるんですね。なので実際にリバーズエコの方はもう住民票請求まで終わってる方々が何名もいます。その現実を見ることができず、リバーズエコには弁護士がつけれない、リバーズエコは弁護士を雇うことができない、開示請求ができない。吉原隆明みたいにリバーズエコ側の発言でリバーズエコ側は開示が認められることだことはないんですということをね、言ってたり、そういったバイアスでずっと調子に乗ってきた連中がたくさんいました。しかし弁護士が変わって、弁護士事務所がね変わって、本当にいろいろと水面下で進んでおります。なので、まあ、非常にリバーズエコの、ね、私にとってはいろんなことがもう結果として出てるので、まあ、非常に僕としてはありがたいなと思っております。吉原隆明に対して反訴と本訴を行いましたので、吉原隆明は反訴被告、本訴被告ということになります。まあ人のことを被告呼ばわりするのが大好きな界隈連中みたいですのでね、まあどう呼ぶのかお任せしますが、ね、今現実としてはそういうことになっております、ね、和解とかどうとか、まあ、寝言も寝て言いなさいよと思うところなんですが、私が吉原隆明に望むことは、吉原隆明に払ってきて、吉原隆明が、まあ、ガールズバーとかで、ね、いろいろと豪遊されてましたけども、もともと吉原隆明に支払ってきた370万っていうお金はリバーズエコのことを応援してくださってる皆様がクラファンとかカンパとかで支援していただいたものが含まれているわけです。それをですね、やっぱり結果も出さずむちゃくちゃなことばっかりやってですね、こういうことを
やってしまってる。弁護士として絶対にあってはならないことをやっぱりやってしまってる。それに対しての反省の色も全くない。反省するどころか自分が被害者かのようにやっている。こんなことが絶対に許されるはずがありません。私は実際にこの吉原貴明という弁護士にですね、弁護士として当時信用していろいろとやってたことがですね、全部嫌がらせに、ね、変換されて、会話連中とべったり、やさぐれメタルに謝罪したとか言ってるぐらいですからね。もうそういう風な弁護士がこの世に、ね、吉原貴明のようなことをする弁護士がいたのでは、クライアントが安心して弁護士に依頼することはできない。そういう風になってしまったのでは僕は非常に問題だと思ってますので、今回の裁判でね、反訴と本訴しましたので、これから吉原貴明に対して徹底的にね、責任を追及していきたいと思っております。はい、ですので、まあ界隈連中の、まあ、妄想といろんな思い込みと憶測と、まあ、そういったものがですね、どんどんと現実をね、突きつけられる形になってきております。ですので、また引き続きリバーズエコーはね、水面下で裁判とか開示請求とかどんどん進めていきますので、もしご協力いただける方はですね、またご協力いただければと思います。それでは以上になります。お疲れ様でした。